ZipFM Original Podcast おはようございます。ヒラリーです。ウッディーラーの樋口です。 ZIPFM オリジナルポッドキャストウッドキャスト、この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんといつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーがものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム、ぜひ最後までお付き合いください。さて前回に引き続き今回のウッドキャストも豊田市東広瀬町にあるウッディーラーからお送りしてます。はい、お願いします。お願いします。さあさあ、あの遊具とかが前来た時なかったと思うんですけど、こういっぱいあって、ちょっとさっきの滑り台滑ったりとかしちゃってもう何回も滑っちゃうよねもうこれ楽しいですね、うん、もうやっぱりお子さんとかもう無限滑り台よ。やっぱそうですよね、うん、おままごととかも置いてあって、そう懐かしくて、私ずっと小さい頃やってたんでちょっと久々に遊んじゃいました、うん、まあ大人も遊べるのが木のおもちゃの良さかもしれないですね。なんかこう触って、あ、なんかちょっと普段のこう、ね、プラスチックのものとも全然違うから、そう、ね、すごい見て楽しかったですね、うん、さて今回のエピソードなんですが、樋口さんが代表を務めるウッディーラの体験企画第2弾です。はい、樋口さん、今日はどんな体験させてもらえるんですか？はい、今日はお箸作りです。おー、前箸作れちゃうんですね。はい、はあ、これはちょっと具体的にどんな内容ですか？これは地域材を使って自分だけの箸を作る体験です。はい、どんな工程で作っていくのか楽しみです。では早速始めていきたいと思います。はい、じゃあ、やっていきましょうかね。はい、それじゃあ箸、これがね、完成品を一回見てもらいましょうかね。はい、24センチの四角い箸ですね。すっごいツルツルですね。うん、最後仕上げでヤスリかけて、うん、でツルツルになりますんでね。超軽い。おお、これを自分のが作れるんですね。そう、模様もちょっと違うのもいいですね。これもあのヒノキを使って箸を作っていきますので、はい、じゃあこれをやっていきましょう。ということで、今ねこれすごいたくさん、100本ぐらいあるかな、もうちょっとあるかな、木が、うん、でこれ8ミリ角に今削ってあります、うん、木のね棒になってるんだけど、これを、はい、あのこのジグといって、はい、このもう決まった形に、誰が削っても決まった形に削れるこのジグをうちでオリジナルで作ってるんで、はい、なんか型みたいな、ね、そうはめ込んで削っていきますと、はい、いうことで、最初にあのヒノキその材料、はい、2本綺麗なやつを選んでいきましょうかね。はい、どれにしよう。なるべくなら、はい、4面ともこの筋がまっすぐなやつを見つけれるといいかな。これまっすぐじゃないとなんかこうどうなるとかあるんですか？まあ、一番なんか綺麗かなって思うのは四面正目って言って、うん、四方正と言って、うん、その方がやっぱりさらに高級だよね。へー、まあ、そういうのを見つけるのもなんか一個楽しみかなって思います。一個の場所がこう、うん、結構平行でも、あ、そうそういうやつね。あ、これをいいですね。それ綺麗かな。これじゃあ一個と、なんかちょっとピンクっぽいの欲しいな。ピンク大好きで。そうね、ピンク色もねちょっとずつ違ったりするから、うん、芯に近いとこは赤い。なるほどね、うん、で赤いのばっかり揃えるとさらに水に強いよね、うん、あ、そうなんか、うん、そっか、芯の方だから強い。そう芯材になるから。へえー、あ、これも結構まっすぐな感じ、うん、本当のヒノキの薄さで言うと、うん、そういう赤みの四方マス。あ、それ綺麗じゃないかな。綺麗ですね、うん、これちょっと赤めだし、あ、これとこれいいんじゃないかな。この2つにしようかな。ちょっと色が違うのもいいですね。でも本当に可愛い、いい感じ。じゃあ行きましょうかね。はい、これにします。はい、で、これで上下を決めますと。はい、あ、上、そっか、うん、上下とかで多分これで目の流れ的に言うと、うん、そうだな、まあこっちが上。どうやってこうどっちの方がいいとかあるんですか？まあ、ある程度見た目と、うんうん、あとは削ってた時に繊維がなるべくまっすぐなるっていう感じをイメージしながら見ていくっていう方がいいですかね。じゃあこれがこうで、はい、で
上のとこに大きく1、2、3、4って番号を書いていきましょう、はい、これは何の番号ですか？これはね、削る面に対して削る角度っていうのがもう決まってるんで、へー、ちょっと大きめに書いていきましょうね。はい、1、2、3、4、はい、書きました、はい、ということで、ジグの角を見てもらうと端、はい、端作り削り台1、2って書いてあるでしょ、はい、あ、これが1面、2面で、この反対裏側見ると削り台3、4って書いてあるんで、はい、これが今箸に数字を打った3番、4番を削る面になりますと、はい、ということで、まず1を1、そう、上に向けて入れ込みます、はい、で、さらに、じゃあこれ、いよいよカンナを使いますが、カンナって使ったことある？ないです。ない、こんなもうあのテレビのドキュメンタリーとかで見るしかない、ね、初めて本物見た。まあこれこそあの日本の大工道具っていう感じで、うん、なんかそういうイメージ、ね、手道具の代表格みたいな感じですけど、使う日が来ると思わなかったまあどんな感じに削れるかっていうのを楽しみにしてもらって、はい、利き手はどっち？右利き、右です。はい、じゃあ右利きの場合は右手で、はい、このカンナの台の下をこう持ちますよと、はい、で左手は小指をここら辺、あ、上に添えるんですね。ここにかける、で引く、おで構えはこの台に対してちょっとこの半身に構える、はい、あ、なるほど。でこういこう、うん、いくね。で気をつけないといけないこの刃の部分がこの箸削るものより先に行ってないと全体が削れませんのでね、はい、そこだけ気をつけましょう。力は入れますか？そうで、力の入れ方なんだけど、はい、利き手の、今ひらりだと右手なんだけど、はい、手のね、ひらの小指の付け根の部分ぐらいをこの台のところに当てて、はいはいはい、それを下に垂直に押さえつける感じ、押さえつける、材料を押さえつける感じで行って、ね、もうこれで引くと、おお、本当だ、うん、いう感じで、はい、であとスピードはシューじゃなくてシュ、あ、もうシュぐらいの、さって、ね、そう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 、じゃあ行ってみよう。できるかな、こうですね、ここ押さえてこう持って、スッツ、ここ可愛い爪してるから爪がデコってるから。大丈夫かな、うん、そう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 、そういう感じで、え、できるかな、一気にシュッといってみよう。うん、でもむずっ、さっきさ、はい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 、樋口さんがちょっとさってやってた時めっちゃ綺麗に一本で出てきたのに一本で全然できない。うん、いよ、せーの、お、いいんじゃない、さっきより、かつお節みたい、そうそうそう、さっきよりいい感じで、これを何回もやるんですね。そうで、削れなくなるまでずっと続ける。いきます。おー、うん、気持ちいい。でこの下の方が細くなるんでね、うん、下の方が、うん、下の方が、半分か下の方が厚みを削っていくっていう風なんで、わー、むずっ、おーい、あ、いい感じにできて、これをどんどん速くしてシュッシュッシュッっていう感じのスピードでいきましょう。この鰹節みたいなの毎回取った方がいいんですか？いや、取らなくてもいいよ。取らなくていい、うん、しばらく溜まるまでは大丈夫。お、あ、めっちゃ綺麗に取れた、一本一本、え、気持ちいい、これすごい、シューっていう音が気持ちいいよね。うん、いいですね。はい、8面2本ともできました。はい、お疲れさんでした。はい、ひらり全部自分でやりました。はい、はい、でそうです。で、はい、一応今カンナで削ってもらったんだけど、はい、この角、角触るとちょっとピン、うん、そうですね、尖った感じになって、でこれで使うとちょっと手が痛かったりさ、うんうんうん、ちょっと口入れたらちょっと切れそうで怖いじゃん。確かに。だからこれをね、はい、この仕上げ用の溝にちょっとこうやってはめて、でこの今度サンドペーパー、はいはいはい、こっちザラザラのとこと、ザラザラ、こっちサラサラ、サラサラの、はい、でザラザラでから軽くやってこの、はい、この面角を少し面を取る、はい、角痛くないよね、はい、でもう好みですかこれは。そう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 、やりすぎると丸くなっちゃったりするから、はい、であとはこの平らのとこちょっとこの辺触ってごらん、こうやって
ちょっとポコポコって気持ちになってるでしょ、うん、それはこのサラサラの方でこうやってなぜてあげると、あ、本当だ、ツルツルになるでしょ、すごい全然違う、うん、でこうやって少しちょっと面を整えていきましょうね。はい、やります。このさっきカンナであのね、ヒラリー全部やりましたとか言ったけど、あの樋口さんもやってくれてもうあの削れた時のあの鰹節みたいな状態になるやつの薄さが違いすぎて、私めっちゃ薄かったんだけど樋口さんのおしっこ欲張って削ってるからね、そう分厚くてこんな違うんだな、うん、これどのくらい削る、あの好みか、そうか、どのくらいしよう、やりすぎるとなくなっちゃう、それぐらいがいいかな、このくらい、うん、はい、でそれを4面やっていこうか、きました、でほできた、はい、はい、じゃあ一回これペーパーで空拭きして、はい、空拭き、で最後高級アマニオイルでコーティングをしていきましょうかね。これコーティングしたらどうなんですか、長持ち、長持ち、そうするとこの木の銅管、うんうん、っていって繊維の中にオイルが入ってきます、はいはい、これ強くなるんですか、そう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 、うーん、でこいつが今度乾性油って言ってさ、はい、乾く性質の油なんだよね、あ、はい、うん、だから最後乾いてジューシーになるから木に強くなって長持ちするよっていうことで、でこれで完成、うん、もう触ってもいいんですか、ちょっと待った方がいい、まあ大丈夫じゃない、大丈夫、うん、はい、わーすごーい、初めて、色もしっかりしたじゃない、うん、色がこうなんかちょっと端っぽいっていうか、いいですね、いよいよこれで完成です、というわけで完成しました、はい、お疲れさんでした、いいですね、こう木だからさ、こうちょっとずつこう全部の面がちょっとずつ模様違って、うん、で自分で作ったからこうすごい嬉しいな、これ愛着湧く感じで、湧きます ね、 いいね、これは普通に洗えるんですか、普通に洗えるよ、はい、大丈夫です、よし、これからこれを使ってご飯食べたいと思います、はい、この体験やってみたいという方はどうしたらいいですか、ウッディーラーのホームページにアクセスしてもらってイベントというページがあるのでそこから探してみてください、じゃらん遊び体験のサイトにアクセスできます、皆さんもぜひお箸作り体験参加してみてください、樋口さん今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました、ウッドキャスト次回もお楽しみに、森は暖かい。